はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、またね、あのこの DDD 塩バイスレクイエムっていうモンスターを送りつけていきたいなと思いまして、まあ井戸とかギミックパペットナイトメアとかが禁止になりまして、まあ次世代のあの送りつけギミックを担うのはこのバイスレクイエムじゃないかと言われてるんですけども、まあこのモンスターはモンスター等に存在する限り自分は DDD しか、特殊ができないっていうなんかうんこみたいな縛りがありまして、でこれを相手の盤面に送りつけることによって、まあ特殊が封じていくと、事実っていう効果なんですよね。で、あの以前はこのカードを楽園で送りつけていたんですけども、まあ悪魔族のレベル8のモンスターということで、まあ送りつけるギミックいくつかあるんですけども、今日はね久しぶりにね、あの暗黒剣持ってきました。あのセルリっていう、まあ最強モンスターがいて、これでセルリケルトっていうコンボすると、バイスレクイムデッキから相手の場面に送りつけられるんですよね。でこれで、まあ、特殊が封じていきたいっていう、これだけです。でやっぱね、そう使ってて思ったのはバイスレクイムのその、まあ、足りない部分ですよね。あの井戸とかギミックファイトナイトメアってめっちゃくちゃ強くて、送りつけた瞬間に結構勝利確定するレベルだったんですけども、バイスレクイムって結構穴あって、通常召喚とかはできるから、アドバンス召喚とかされるんですよ。あと、あの普通に通常召喚ができてしまうから、例えば通常召喚でなんかその解決札が持ってこれる、例えばスネークアイのなんか反逆とか、ああいうのを持ってこられると割と普通にあの何、突破されちゃうっていう、まあ、そこが問題点ではあるかなとちょっと思ったんですけど、あとあれ DDD のさ、なんか社長入ってるとかねあんまないけど、ユベルとかだとたまに入ってるよ、このデスバケで入ってるとかね、こういうのあるんだけど、まあ普通のデッキであれば結構詰ませる性能は高いかなと思うので、早速ねやっていきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、まあ割と悪くはないハンドしてんじゃない、これ。ちょっと捨てるカード1枚しかないのが気になるけどね。まあ、ただモスマンはモスマン自分で捨てられても、は言うてね、あー多いね、言うてまあ割とまだなんとなる方は ところはあるんだけど、あぶねえこれ、ちょっと捨てるカードなくないとこあった、あぶねえマジであぶねえ、マジであぶねえ俺。一旦ちょっとネッシーしますか。でネッシーさんの効果発動した、あーいいね、いいよ、これもう決まったんじゃない、これやりたいこと全部やりたいことのほぼ9割は決まったと言ってもいい。で、まあ、セルリーさんの効果発動しまして、セルリーさんが特殊召喚され、でセルリーさんの効果によって僕の手札のケルトが捨てられ、でケルトの特殊召喚がされつつ、相手の効果で捨てられたらデッキから悪魔族を特殊召喚できる、自分または相手のフィールド上にな、これあげちゃう最強。おいちょっとお前いいのか、そんなモンスターらしい、お前それいると DDD しか出せなくなるぞ、てかモンスター効果使ったのお前、お前モンスター効果使ったな、手札見せろクソで草うんこすぎる。あーハンド弱えな、相手ハンド弱くねこれ。なるほど、えこれ儀式の準備、てか儀式の準備しなくても相手これ何もできないんじゃない。流線剣聖サフィラさん、サウラビスさんか、2枚入ってんですね。えそうなってくるとこっからは、圧倒的ソリティアを見せつけるだけなんですけど、ちょっと待ってくださいね。このデッキの良くないところ1個目あるんだけど、あのね長いのよね展開が展開がありえねえ長いっていうのがあってね、それがまあ問題点ではあるんだけど、まあ、とりあえずもうでも DDD 送りつけてあるんで、まあ適当になんか、バレルロードサベージドラゴンあたり出しておけばまあ勝てれそうな気はするんだけど、一応盤面作ります。はい、こことここでこうで、アカシックでリンク先戻す。はい、ありがとうございます。はい、帰ってきました。セルリさんおかえりおかえりセルリちゃん。ちなみにこのゼンタとかいうモンスターもね、単一制限がありませんので、でもひたすらに門を持ってくることができるというのはこれは有名な話ですね。で門の効果発動しまして、まあ、またこれケルリス、あとケルリじゃねえよ、セルリスケルトやるわ。で、除外するのセルリ捨てながら、あ、5来た、神5来た。ちなみにあの参戦の5とか参戦の際とかめちゃくちゃ相性いいんですよ。相手のフィールド上にもセルリが特殊召喚されると相手がモンスター効果発動したことになるっていうと、うんこみたいな仕様なんで、なんでなんかあの僕ではなくこれ自分のフィールド上に特殊召喚することによって相手にハンデソシールっていうこともできます。はい、さあ、選んで捨ててください、手札を。あ、まあまあまあ。もうサグラビスかぶってるからそうなるわな。で、参戦の5を発動して、おいお前、お前モンスター効果使ったな。
これあの増陣とか打たれてる時はね、これであの手札抹殺を持ってきて、であのデッキアウト狙っていくみたいな感じなんだけど、暗黒回路もな十分強いんでね。はい、ちょっと一旦セルリーもう一回回収しに行くか。ちなみにあのアカシックマジシャンとあのセキュリティドラゴンの動きによってセルリーを2回回収して使いますっていうのは結構ね強かったりするんだよね。アカシックマジシャンの効果使ってちょっと1回なんかめくりに行くか、適当に。スノー、さスノー来い。あ、来なかったわ。なるほど。あ、手札抹殺ね。これリターンでかいから手札抹殺って言ってもよかったよね、言うて。でこれ回収するでしょ。あ、だからこれリンク3とかリンク4作ってからでいいのか、アカシックマジシャン。でリンク先のなんかモンスターのリンク値のが5。あ、これサーラビスのあれだ、チェーンだわ。対象取ってっか、これ。あの無効にすることはできるな、一応な。まあ無効にするだけなんで、まあ関係ないですけど。はい。で、リンク3とかリンク4作ってから打つと、多分アカシックの効果でめくれる枚数増えて当たる確率増えるみたいな話あるんですけど、あー、これゼピロス装置の強いね。でゼピロス効果で、門を戻してこうするっしょ。はい。で、一応2枚ドローしに行きます。ガンマあれしてんな。あとはでも残り時間が足りるかどうかだけだわ、俺。残り時間が足りるかどうかだけですね。マジで。それだけです。俺がその気になってるのはそれだけ。もう一回セルリするか。で、セルリ効果発動して送りつけて、はい。で、効果発動して、レインでいいか？これ蹴ると言ってもちょっと盤面足んねえな。で、レインの効果発動する、グラファ持ってくる。で、モンスター特殊召喚します。これもう一回、あれだね、セルリーを特殊召喚したらもう一回判別できるね。行かれてて草。やってること。おい。手札どんどん増えてきた。手札が増えすぎている。ですね、ちょっと一回暗黒回路持ってきますか。暗黒回路を持ってきて、スノーを持ってきてスノーを捨てましょう。でスノーを持ってきてスノーを捨てる最強のムーブによって万国界モンスター、これね、だんだんそのなんか捨てるカードと捨てられるカードのバランスがおかしくなってくるんで、まあ、そういうところだけ注意かな。で、一応当局持ってきて、そしたらね、まあ、1回デスキャスター作るから、まあレインを素材にしてデスキャス作って、まあ、このリンク先が下に来てるからっていうだけなんだけど、ほんで、トライゲート作りに行きます。はい、トライゲートもね、かなりの、リンク召喚の許さ、効果モンスターとかいうね、トーク以外のモンスターに対処かっていう効果なんで、こうめちゃくちゃ強いですね。で、暗黒界の門を発動しまして、門発動。で、そしたら、セルリ除外して、うい。で、うい。うい。OK、いいよ。あ、いいね。あ、非常によろしいんじゃない？スノーを持ってきて、取引打ちましょうか。取引じゃねえや、援軍。援軍打ちまして、で、スノーを蘇生します。おい。で、さあ、これでスノーさんの効果が発動し、ゼンタ持ってきて、で、ゼンタ効果発動。これ、相手にこれよくあれだな、サレンダーしねえな。マジでここまで行ったら大体サレンダーされんだけどな。あれかな、テレビでも見てんの、お風呂でも入ってんのかな。飯食って風呂入ってんじゃねえか。暗黒界デッキはちなみに飯食って風呂入ってもまだ時間かかるから、回してるっていう説あるけどな。まだ一生回してんじゃねえかと言われてはいるけどな。あ、やべえ、ちょっと待って、そろそろこれ捨てるカードねえじゃん、やべえ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。これはモンスターが展開できなくなってくるゲーミングが可能性があるぞ。一旦ちょっと時間がそしてないな。あまりに時間がないって言ってたらな。で、リンク先用意して、相互リンクにしつつ、これ効果発動して、ジャッカローブ君の効果で、モンスマン、あんま強くないね、それは。で特殊召喚する。で、モスマンの効果で1枚ドロー1枚捨てる。で、これあれか。これで相手にワンチャン与える可能性あるのか。やば。これワンチャン与える可能性あるぞ。相手に。いや、これさっさとあれだったな。やべやべ。あらんもねえか。大丈夫だ。あぶねえ。なんかあれさっさとあの出しとくべきな感はありますね。なんでしたっけ。融合グラファーみたいなやつ。で、バレルソードを出しまして。
OK で、カタライザーの効果で、ケルトを見せつけて、特殊召喚するのを、違う、こっちにして、待って、やべえ、だから33秒しかねえ、ちょっと待って、待って、待って、マジで時間ない、やばい、急ぎ、やばいぞ、マジで時間ないぞ、はい、で、これで戦闘破壊耐性もつけて、はい、で、これで何でも向こうが、一回あるし、バレルソードあるし、で、こうして、ちょ、マジでやばい。ちょっとほんまに時間ない。これもうトレイベアグリフォンまで行こうと思ってたんだけど無理だわ。はい。で、グラファー出す。トレイベアグリフォンまで行ってると、マジで時間なくなるから、ちょっと待って、これ破壊するわ。で、あ、これサウラビスね。で、これサウラビス投げるかどうかね。あ、もういいよ。どっちでもいい。危ねえ。これ、あれ？これガチで、これガチで300秒で回すの無理だよ、これ。300秒で回すの無理すぎて笑った。マジで危ない。いやー、はい、あーで、これ自爆特攻してこないと、ま、何も動けないですから、相手自爆特攻しても何も動けないんで、まあ、バレルソロドラゴンの効果発動して横にすることによって、あ、これちなみにあのグラファ横にしといて自爆特攻さえできないっていう場面もできますね、これね。相手明け魔族だから3100になっちゃってるか、打点が、まあ、こうなるわけですよね、結局。うーん、ゴミ。あー、まあ割と反動は悪くなさそうだよ。さあ、未開機のモスマンの効果を発動。未開機のモスマンの効果による、あー G か、あー、まあもう突破するしかねえな、じゃあ。未開機暗黒界はもう同時に打たれた突破するしかないと言われてまして、あ、ケルトさんですね、はい。ひたすらに突破して相手が、最初の方に、あー、いいね、最初の方に何、強い誘発を引かないことを祈るのみです、はいはい。もうひたすらに突破するしかないです。あ、まあ一応 DDDCOO バイスレクイエムさんが相手の場面に送りつけられる場合は、送りつけてエンドとかは全然あるんですけど、ただね、やっぱ井戸とかナイトメアと違ってすごいね、穴があるんだよね。あー、うらら、まあ、そこで打ってくれるのはいいわ。結構穴があって、やっぱね、バイスレクイエム結構処理する手段だ。アドバンス召喚とか、あと、まあ、反逆の財宝とかでどかされると、かなりそこから簡単に展開されちゃうんですよ。ギミックパペットナイトメアさんはもうそのターンごとに縛りが入るし、この無限本読みで、ターンごとに縛りが入るし、あと、まあ、井戸は通常召喚されていないからアドバンス召喚できないとか、そういうね、強さはあるんだけど、これね、まあ、もうこれでいいや。問題はだからあれなんよ、そのバイセクイムさんは弱点が多いってことだから、井戸とギミックパペットナイトメアの代わりにはちょっとやっぱ若干なってないからみたいな話はね、ちょっとあんだよね。それが弱いところではあるかな。で、モンスター特殊とかしましょう。当たり前じゃないですか、これあげますよ。はい、さ、2を差し上げます。はい、あとはもう無限法要は打ってないんで、エフェクトベーラーぐらいで飛んでくるのは、まあ、あと2ビルとエフェクトベーラーぐらいで飛んでくるのは、だからもうこっからはもう本当無限に、展開して、まあ、てか2ビルは飛んでこないわ。バイスレクイエムから。バイスレクイエムから2ビル飛んでこないから、エフェクトベーラーだけだ。あと、2ビルはケアした。だから、エフェクトベーラーを、相手は引けるかゲーミングですね。はい。まあ、引けなかったらおしまいです。まあ、入ってなかったらおしまいだし。ということで、強引に、G 突破やっていきましょう。うわ、やべ、捨てるカードなくなったらマジやべえか、これ。結構使っちゃったな。これ、捨てるカードなくなったらまあまあやべえな。ちょっと待ってくれ。これ、アドバンス召喚1回するだろう。で、これちょっとレイングラファーして特殊召喚の枚数稼いで、あと9枚だからね、なんとかなりそうな気するんだけど、ただやばいのはこれちょっとね、デスキャスターの効果使わないといけないそうなんだよね。で、デスキャスターの効果使っちゃうと悪魔族縛り入っちゃって、これちょっとね、不安ではあるね。割と不安ではある。で、こうするんでしょ。で、ケルトの効果で特殊召喚されて、あと5枚、やべやべ、マジでマジでガチでやばい。ちょっと待って、これ蹴るとでいいか。で、ここで、あと5枚、で、トロミアフェニックス出す。はい。で、これで、グラファーを出す。はい。3枚。う、やべえ、何も引かんねえっていうな。ガチでやばい。ちょっと待って。やばい。ああ、しかも60秒しかないし。やばいか。
これ足りるか、足りるのかこれは果たして。でこれであと2枚、あと2枚、あと2枚ね、トレミアがもうやばい。あと1枚。これガチでやばい。いやクソ、申し方下手くそすぎる。なんか手札の中暗黒界だらけになっちゃった。捨てるカードがない。これでなんか強引に捨てる、捨て、あの捨てに行くしかない。トレミアグリフォンの効果発動、トレミアグリフォンの効果によってなんか適当にカードを捨てるしかない。これはコストだから、ちなみに暗黒界の効果は発動しない。ちょガチで頼む、なんかなんか引け、なんか捨てるカード引け、捨てるカード、捨てるカード引け、ドロー。あー強い、最強。ワンちゃん出た。あ強い、いけるいけるいけるぞ、いけるぞ、時間ないから急げ、時間ないから急げ、時間ないから待ち、あ来た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 、あまりにもギリギリ、回し方は下手くそすぎた。はい、で蹴ると捨てて、で蹴ると効果で特殊召喚して OK で、もう一発グラファーを特殊召喚すれば、あぶれクソあぶねえ、あぶれー、あーなるほどね、割と強い方ではあるか。なんか意外とこれ、ちなみに何、何にも手札入ってないんですよね、あの未開機デッキ、未開暗黒化デッキって基本的には。なんで相手の先行展開ほど見守るしかないんですよ。だからまあ、まあ見守ってどうにかするしかないんですよねこれ。だからそこがまあ問題点ではありますね。はい、さあとりあえずソリティア、アルティメットソリティア始まってるから、じゃあ 見ていくしかねえか。うわ、レスキューフェルトとかいう地獄みたいなモンスター来たー、あ出たー何リクルートされるんだろう。さあレスキューフェルトの効果、レベルが6になるようにリンク先にモンスターを特殊召喚していくスタイル、魔導雑貨商人もうやばいけどな。AD 雑貨チェンジ、 AD 雑貨レスキューヘッジョッケ、何なんだって。ちなみに魔導雑貨商人は結構やばいですね。魔導雑貨商人はこれ AD チェンジャーで多分裏側にしてリバースするんでしょうね。さあ G ランチの効果、モンスターを、出し直すという効果で、まあ、効果有効になるので、これなので、まあ、効果無効にしてリクルートしてきても、まあ、G ランチで出し直せば大丈夫という話がありまして、で魔導雑貨商人が裏側守備表示、 AD チェンジャーが攻撃表、表側守備表示、レスキューヘッジホックが表側守備表示と。なるほどですね、はい、わかりました。で、2体で、謎の SP リトルナイト、謎すぎるレス SP リトルナイト来る。でレスキューヘッジホックの効果発動して、レベルが、同じとなる通常モンスター含むモンスター、想像の代行者ヴィーナス、何やばい、これ出た、アルティメット、アルティメットリスクコンボ来た、アルティメットリスクコンボ。これ500ライフを払って発動できるっていう効果なんですけど、これレスキューヘッジホックから出てきたモンスターは効果が無効になっているんですけど、創造の代行者ヴィーナスライフ払うっていうことだけができるんで、レスキューチョックから創造の代行者ヴィーナスを出しライフを一生払い続けるという、まあ、アルティメットリスクコンボと言われているあの謎コンボがあります。はい、これ何するんですかこれ。さあアルティメットリスクコンボによって残りライフが500になっていく。とりあえずわからないな、これで AD チェンジャーで魔導雑貨商人がリバースされ、でこのモンスターがリバースしたことによって、まあ、魔法トラップカードがめくれるまでデッキを向けて、魔法トラップカードが出たらそれを手札に加えてそれ以外を墓地に送るという効果。はい、一体全体これは何をめくりたいんでしょうか、お相手し大逆転クイズなんかちょっとやばそうな匂いすんな、デストルド、なるほどなるほどははなるほどなるほど、龍一、何これ、パワーツールブレイバードラゴンだと、あれこれやばいかこれやばいかこれやばいな、ブラックペンダントはやばいな、やばい大逆転クイズだ、まずい、うわー、
ハリネズミクイズじゃねえかこれ。